はい、みままです。今日は最近私が使っていいなと思った商品を紹介したいと思います。それではスタート。はい、ということで今回紹介するのは入浴剤です。我が家は一年中湯船に浸かるっていうことはなくて、冬とあとちょっと寒くなってきたなっていう時とか、ちょっと今日は疲れたなっていう時とかにお湯を溜めて入るんですけど、最近ちょっと寒くなってきたので湯船を溜めることが多くなってきて、湯船を溜めたら必ず入れるのが入浴剤なんですけど、今までは自分の好きな入浴剤をもうポン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 入れて楽しんでたんですけど、やっぱり子供ができると子供に良くない入浴剤とかもあったりするので、こちらホットタブプロっていうやつなんですけど、これ結構前からすごい気になってた商品で、なんで気になったかっていうと、冷え性にすごいいいって聞いたので気になってたんですよ。で、今回これ使ってみたんですけど、いろいろ調べてみたら、今私が言った冷え性もそうやし、肩こりとか腰の痛みとか、あと疲労回復もそうやし、神経痛とかにもすごいいいみたいで、他にも汗もとか霜焼けとかいうのにもすごいいいらしくて、ニキビとか湿疹にもいいらしいんです。あ、なんかいろいろいいなと思って、今年はこれを使おうかなと思って試してみました。で、この商品の特徴としては、お湯に溶かすとシルキーバスって言ってバブルがバーって発生して、普段洗いきれてない毛穴の中の汚れとかも洗い流してくれるっていう効果がまずあるのと、そのシルキーバスには熱を流しにくい効果があるので、高い保温効果があって、お風呂から上がった後も長く体を温めてくれるっていう効果があるそうです。私はほんまに冷え性なんで、そういうのがありがたいなと思って、今回これを試してみたんですけど、もうね、冬になると手足が冷たくなりすぎて、歩くのもやっとってぐらい冷えるんですよ。靴下を履いて部屋を歩くっていうのすごい苦手で、で、プラス靴下を履きながら寝るのがちょっとね、抵抗があるんですよね。私昔から両親に靴下を履いて寝たら親が早く死ぬみたいな、なんかそんなをずっと小さい頃から言われてて、靴下を履いて寝るのがほんとなんか抵抗があって無理なんですよ。だから冬いくら足が冷えてもう痛いくらいになっても靴下を履いて寝ることはしないんですよね。今年は冷え性になんか効くものないかなと思って、今回これを試してみたんですけど、体が温かくなるっていうことは老廃物ももう体からパーンって出てくれるので、それもいいなと思いました。で、実際どうやって使うかっていう使い方なんですが、使ってるので開いてるんですけど、こんな感じになってます。500円ぐらいの大きさのタブレットになってるんですけど、こんな感じですね。このタブレットを使う場合はだいたい37度から40度ぐらい、ちょっと低めのお湯で使うのがベストらしいです。で、一般のお風呂ってだいたい160から180リッターぐらいなんですけど、この場合はこちらを3畳ポンって入れたら OK です。でも、もしもうめっちゃ大きいお風呂を持ってる方はもうちょい4畳とか入れた方が私はいいと思います。で、体が温まってきて血流が良くなるのが入浴してから10分以降らしいんですよね。だからね、だいたい15分ぐらいかな、私は15分ぐらい入るようにしてます。で、入浴剤以外にも使い方があって、これを溶かしたお湯で頭洗ったりとか顔洗ったりとか足湯とかするのとかもすごいおすすめらしいです。はい、もう簡単に説明しとくんですけど、洗顔の場合はちょっと大きめの洗面器に、お湯を入れて、それも37度から40度くらいのお湯を入れて、1畳だけタブをポンって入れて溶かします。洗顔とかを使わずに、もうそのお湯をお肌にこう馴染ませる感じでつけてあげたら大丈夫です。実際に私使ってみたんですけど、肌がしっとりしてすべすべな感じに仕上がりました。で、次に足湯の場合なんですけど、足湯の場合は同じように大きめの洗面器にお湯をためて1つポーンって入れます。で、10分ぐらい足バーってつけてたら OK です。ということで、私実際に使ってるところをちょっと今回撮影してみました。よかったら
ご覧ください。はい、それではどうぞ。はい、ということで、実際に使ってみようと思います。私は40度で設定してみました。この3錠を入れてみたいと思います。では早速入れていきます。シワシワしてるのが分かりますかね。もうそこが見えにくくなってるんですけど、ちょっとどこにあるか分からなくなってるんですけど、で動画ではあんまり見えづらいんですけど、でもシワシワして、まあ、ゆっくり溶けていってます。これでちょっと溶けるのを待とうと思います。その間に髪の毛とか体とか洗ってきます。はい、ということで頭とか体も全部洗ってすっきりして、今ちょうどホットタブを入れて15分が経過しました。3つ入れて3つとも若干だけ残ってます。はい、でももうほとんどない状態ですね。では入ってみたいと思います。このまま15分入るくらいがちょうどいいみたいなので、今から15分入ってみたいと思います。なんか汗がめっちゃ勝手に出てくるんですけど、あと5分です。ということで15分が立ちました。すごいね、汗が出てきます。今湯船から上がりました。タブを入れてから30分ぐらい経ってるんですけど、もう透明ですね。汗がとりあえずやばいです。はい、どうでしたでしょうか。私は実際使って思ったことは、入浴してる最中にも言ったと思うんですけど、なんせすごい汗が出るんですよ。私ね、正直サウナとかってすごい苦手で、暑くて息苦しいところが本当苦手なんですよ。だから温泉とか行ってもサウナとかも絶対入らへん、めっちゃなんかノリの悪いやつなんですけど、それくらい苦手なんですけど、これはなんかもうめっちゃ暑くてもうすぐ出たいっていうような暑さじゃなくて、自然と汗が出てくるって感じでした。もうね、だら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 出てくるんで、自分でもちょっとびっくりしました。あんなに汗を風呂場でかいたことはないんちゃうかなってぐらいすごい汗が出てきました。ね、代謝が上がったら冷え性も改善されるってよく聞くので、あんだけ温まったら、うん、そら冷え性にいいんちゃうかなって私は思ったんですけど、入浴が終わって入浴後に外に出た時も温まってました。はい、もう体はポカポカしてました。はい、まだね、まだそんなに外も寒くないし、まだお風呂から上がっても我慢できるぐらいの寒さなので全然別にあれなんですけど、でもこれからもっと12月とかになってくると、でお風呂から出るのがすごい地獄な時期になるので、そうなった時にこの入浴剤が効果を出してくれるのかすごい楽しみなんですけど、やっぱね、続けることが大事だと思うんですよ。何でもそうやけど、美容系とかは特に続けることが大事だと思うんで、今年はちょっとこれを試したいと思います。ただね、1回にもう3錠入れるので、そんな贅沢して毎日毎日入れるっていうのはやっぱり私も一応主婦なので、そんな贅沢な使い方はできないので、やっぱ週に何回かぐらいしかちょっと使えませんが、ちょっとこれから続けていこうかなと思ってます。ぜひね、冷え性の方とかちょっと一回試してみたらいいんちゃうかなと思います。はい、国産なので全然何の心配もなく買えるっていうところもまたいいところやなと思いました。で、これね、大きさが2種類あるんですよ。だから今ちょっと自分ちっちゃめから使ってるんですけど、ちっちゃめが21錠入ってます。だから1回に、3錠入れないとダメなので、だいたい1週間ですね。このちっちゃい方で1週間使えます。大きい方も売ってて、じゃん、こちらなんですけど、こちらは90錠入ってます。90錠って言ったらだいたい 1ヶ月持ちますね、もし毎日使ったとして。はい、ということで今回は私のちょっと最近使っていいなと思った商品でした。
はい、この前は私が最近気になってるスキンケアを紹介させてもらったんですけど、上にカード貼っとくんですけど、使ってみていいなと思った商品もこれからちょこちょこ紹介していきたいなと思ってます。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。